クイズ大会に皆さんにも楽しんでいただこうと思ってまして、いろんなグッズ、ここにもあるんですけど、見えてますよね、はい、持って帰っていただこうかなと思っています。もちろんサインを入れてお持ち帰りいただきますので、お聞きいただく皆さんどうぞ、もし中前に入っていただくと助かります。黄色い線があるんですけど、それより内側に入っていただけると助かります。はい、ありがとうございます。あの遠慮しないで、いつも前で来てもらって、見にくいですか？ないんで、あの大丈夫です。もうちょっと前に、はい、来ていただけると、はい、バッチリです。はい、あ、そうそう、最高ですね。今トライアルデモをちょっとやってたみたいなんです、はい、トライアルデモを見てきたよという方いらっしゃいますか？お、たくさんいる。ありがとうございます。さあ、ね、はい、早速準備していきたいと思います、はい、今日のゲストをお呼びしていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日来てくださった方いらっしゃいます？お、ありがとうございま す。衣装違うの分かりますよね。今日の皆さんいいですよ、ウェアで来てくれました。かっこいい。まあ、ウェア着ないとオーラがないですからね。いやそんなつもりじゃないんです、はい、お二人にいろんなことですね、全日本トライアルのこととか聞いていきたいと思うんですけど、どうしましょう、皆さんにちょっと質問してみます？そうですね、はい、いや、全日本トライアル選手権見に行ったことある方手を挙げてみてください。あ、今日はやっぱりいますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに今のでも見たよっていう皆さん、ありがとうございます。全員手挙げた方が多分いいと思うでしょ。見に行った皆さん、はい、はい、はい、ありがとうございます。1回目でちょっとね、慌ただしいデモになってしまった、はい、時間配分がね、うん、ミスりました。あら、最初から結構全開で行かれたんですね。こっちが、はい、尺だね、ミスります、はい、なるほど、なるほど。トライアルって皆さん、じゃあ結構ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、ね、トライアル、見に行ったことない、トライアルのこと知らないっていう方いらっしゃいますか？恥ずかしがらずに手を挙げてください。最近でもね、有名になってきてるし、そうですね、お二人が活躍していらっしゃる、ご存知だと思うんです。ざっくり言うと、小川選手、どういった競技になりますか？まあ、そうですね、モータースポーツの中で唯一スピードを競わない競技で、はい、まあ、限られたコースですね、まあ、岩だったり土だったり崖の中なんですけど、はい、そこを、まあ、全日本に関しては1分以内で、はい、できる限り足をつかないように走破をしていく、はい、足をつくと減点なので、それが加算されないように、はい、で足をつかないように、はい、足を1回もつかなかったら優勝ですよね、はい、それが一番いい状況ということなんですけど、はい、だからその1分以内ってお話がありましたけど、精神戦ですよね、意外とね。そうですね、そして、そうですね、基本はすいません、ちょっとだけプラスすると、セクションという、まあ、今決められたコースを1人ずつ走りますので、はい、例えば前のライダーが、うん、自分が思ってた以上の、難しさをこう見せてくると、次のライダーが簡単だと思ってたとしても、はい、すごい難しく感じるし、っていうのが精神戦になってきますよね、はい、だから自分の持ち時間というのが小山選手あって、その中だったら例えば小川選手が先に行こうが小山選手が先に行こうがいいんだけれど、それもこうせめぎ合い、そうですね、その辺も作戦で、うん、まあ、先回りというか誰よりも先に入った方が得の場合もあるし、逆に後から入った方が、はい、まあ、ラッキーだったり、まあ、走りやすい時もありますので、はい、そしてさっき小川選手がおっしゃってくれましたが、今こう0点0点になっているんですが、実はこの全日本トライアル選手権なんですけど、すでに先週開幕していました、茨城の方で。はい、来ましたね、ついに。来ましたね、来ましたね。静かに構えていらっしゃる方が優勝なんですが、皆さん、ちょっと場所変わろうか。皆さんは拍手の準備をお願いしますね。見事開幕戦優勝、黒山選手です。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。開幕戦も優勝して、こうやって皆さんに祝ってもらえるというのはね、まあ、言うても2回目は2年、去年もそうなんです。2年連続なんで、ごめんなさいね。すごい気持ちいいです。ありがとうございます。まあ、でも言えばもうシリーズチャンピオンもね、取れてないんで何とも言えないですけども、とりあえず開幕戦勝てて皆さんにこうやってお会いできるのが非常に嬉しいです。はい、ありがとうございます。急に注目が見たら固まってたじゃないですか。毎年恒例のことなんですが、このダートブース開幕戦勝った方にイニシアチブがありますので、はい。小川選手はそういう去年に引き続き負けです。そうなんですよ。去年もこの形でしたね。で
も、そうですね、小川選手だってなんだかんだ言ってスーパークラスっていう、もうほんの一握りのクラスの中で2位ですから、大きな拍手どうぞ。ありがとうございます。すごいです、すごいです。お手手が疲れるんでしょうか。でも、栗山選手、いかがでしたか、開幕戦。まあ、満を持して、まあ、今シーズンもこう入っていたシーズンの開幕だったと思いますけれども。そうですね、はい、まあ、去年買ってるからっていうのは抜きに、やっぱり新しいバイク、まあ、要は今ヤマハが開発している後方排気のエンジンを積んだバイクが一応3シーズン目に入りますんで、まあ、そろそろチャンピオンという結果を出さなくちゃ非常にまずいっていう立場になってますから、開幕戦含め、まあ、第2戦以降も勝ち続けなくちゃいけないっていう立場ではおります。ただやはり開幕戦っていうのは非常に力が入りますんで、それでまあ結果が出せたのは非常に良かったです、はい。まあ、でも見ててもやっぱり調子良さそうでしたよ、まあ、まあマシーンもそうですし、まあ、本人もそうです、そうです、まあ、ただもう見てても小川選手は調子悪そうです実はそのこれいわゆるその決勝レースっていう感じなんですけど、前の日とかには下見ができたりするんですよね。前日に2時間3時間ぐらいかな、セクションないですね、テープの中に入って、はい、歩いて下見をすることはできます。あ、バイクはダメですね、はい、じゃあバイクが入れるのはいつですか、スタートしてから、はい、はい、なのでトライアルは予選もなければ練習走行もないんで、練習中走行もないんですか、はい、なので場所はあるんですよね、あ、コース外は、はい、ウォーミングアップエリアっていう限られた場所で乗るだけなんです。あ、じゃあここ行きたいからって試せるところとは別のところ。そうなんです。なのでロードレースとかでいうとコースは走れず、はい、駐車場でちょっと乗ってくださいっていう感じですよね。でぶつけ本番レースしろっていうのが競技なんです。でも例えば今回なんて実は金曜日大雨降ってたんですよ関東で。土曜日はまあまあ晴れてたとか、まあ雨は上がったんですけど、ぐしゃぐしゃな状況だったんですね。そうですね、ぬかるんでましたね、うん、で日曜日はこんな感じで快晴になってて、状況は全然変わりますよね。いやでも結局濡れた路面は乾ききることはなかったので、うん、コース的にも結構難しい設定だったので、難易度は結構高かったですね、はい。戸田さんも見に行かれてたと思うんですけど、はいはい、私たちにとっては壁高くこう登って、はい、ですか、簡単に登っていくんですよね。何かこう実際見てみて、はい、不思議に思ったこととかありますか。いやもう私はただの岩にしか見えないし、壁にしか見えないし、崖にしか見えないんですよ。これだから、ラインがこう見える、光って見える。そうですね、まあ、もう下見の段階で、まあ、走りたいコースと自分がこう走りたい、まあ、残像じゃないんですけど、なんですかこう描くみたいな、それが多分見えるようなイメージ、シミュレーションをして上がっていく。 で、ね、はい、でもシミュレーションが栗山選手戻ってきてください。はい、すいません。今小川選手の、はい、自分のシミュレーションのラインが見えるって言ってましたけど、はい、シミュレーションのラインから外れちゃうこともこれ長い距離なので、一つのセクションあるじゃないですか、はい、ドキドキしません？そうですね、ただまあ僕らは基本的にやっぱり下見の、いわば歩いてみる、ライン取りの段階で、はい、まあ、先ほど小川選手がおっしゃったように、はい、自分が走りたいラインと、はい、今の僕を言えば自分の調子で走れるラインの、はい、選択肢が3つぐらいで、最悪どっかミスった時にこっちに逃げようとする逃げのラインがまた3つぐらいっていう、まあ、5パターン6パターンぐらいのラインを考えて走るんで、何かあったらそっちにどん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 変更していくんで、正直な話、インからアウト、要はスタートからゴールまで全部狙った通りのライン、もう要はこれが完璧っていうのは正直ないです。修正、ほぼリカバリーしながら の走りになりますね。路面状況もだんだん変わっていきますもんね。そうですね、はい、走るのも。でも2人よく例えばこういう岩場の上に立って2人で立って、ラインいいじゃん、このラインいいじゃんってやってるじゃないですか。本当にそのことを思って言ってますよ。それでもよく聞かれますね。あ、本当ですか。本当は嘘のこと言ってんじゃないのっていう、そう、騙し合いみたいなね。で、僕は結構本気を言うたら俺がないけど、もう嘘嘘ハッペコみたいなさ、ほぼほぼ嘘で、最近はないんですけど、過去に結構あって、はい、でどっち行くみたいな話をしたら、いや左側みたいな、うん、でも、いざ始まったら右側走ってんじゃんみたいな、まあ、結構ありました、はい、あ、それはじゃあ黒山選手が先にスタートしたんですね。いや、それを多分分からなかったらよく分かんないですけど、僕が行って右で成功したら右なんですよ。あ、そうかそうかそうか、はい、それもだから駆け引きなんです。そうですね、逆パターンももちろんありますけど、なるほどね。だから皆さん、次もし会場に行かれて見た時に2人が仲良く並んでても、この2人仲悪いんちゃうかと思います。
ながら見たら面白いと思いますよ。でもここまで来るとまあこう仮に騙してもそれも分かるんですね。で何十年一緒にいます。いやそれもそうですし、多分技量的にはやっぱこうちょっと高くて分かるんですよ、なんとなく。じゃあまあ、ぶっちゃけいきますけど、小川選手と倉山選手はもう全日本トライアルの中で神のライン、神のレベルですよ。それ以外にもまあちょっと若手が上がってきたじゃないですか、はい、同じラインはいけないぞっていう感じですか。いけないライダーもいると思います。もう今好感度アップ狙いましたね。いやでも開幕戦本当に難しくて、まあ、本当です。本当に難しくて、まあ、僕らも結構失敗したんですけど、一番上のクラスが今年17人なんですね、はい、まあ、選ばれた選手なんですけど、もちろんの中でも5人が1つも攻略できなかったという満点なんですよ。要は下の順位ですね、下の順位5人が要は満点、1つもコースを出れなかったという、過去にもなかなか例がないぐらい難しかったです。だからそれぐらい難しいし、だから小川選手と小山選手も意外と5点だったと。そうですね、点数で取りましたね、ただそれだけテクニック持ってても難しかったんですけれど、でも最近見てると小川選手も倉山選手もそうですけど、手足長いライダーが多いような気がするんですけど、そうでもないですか。そうですかね。でもなんか今のライダーじゃないですからね。そうはい、こう不利なところもあるみたいですね。その筋肉質は筋肉質でもパワーにはうまくつながっていくものなんですけど、その結構二パターンで分かれる気がするんです。スラッとしたライダーと筋肉質がこうカットしたライダー、でもこうライディングスタイルが結構違うので、ここに、はい、まあ、バランスを見ながら走るライダーと、力でこうねじ伏せて走るライダーと、それでこう体のつきが変わります。いや、うまいこと説明するなと思ってね。はい、じゃあ、まあ、なるほど、確かにそうですね。はい、ね、でも私前回のその真壁の時にお二人に近い別のスーパークラスで走ってるライダーに聞いたんですけど、お二人のライディングってどんなの聞いたら、黒山選手、小川選手から聞いたら分かるのか、黒山選手は鋭さがある、そのライダーが言ってた。鋭さですよ。でも小川選手はしなやかさがあら、でそれライダーが言った、ライダーが言ってました。対照的ですね。そうそうそう、で僕はそれを両方を取り入れたいって言ってました。まあでも賢いですよね。賢い。そうまあでも両方いるんじゃないですか、本当に両方いると思いますけど。でもお互いどうですか、どういうふうにこう長い間こう一緒にいて評価してます。まあ僕からすれば小川選手の走り方っていうのは皆さんが言うようにやっぱり綺麗なんです。しなやか。ただ僕の中ではなんで省エネでずるい走り方するんだろうなと思います。言い方悪いですけどね、うん、だからまあ綺麗だとか、しなやかさとか美しいってありますけども、なんかずるいな、無駄ことはしないですね。無駄なことはしないみたいなね。逆にどうですか、黒山選手のこの子のやつ見たら、その前から思ってるのはやっぱり勝ちたいっていう意識がやっぱ僕より絶対勝ってると思うんですよ。もう何が何でも勝つ、僕は逃す。走りの話ですよ。この走りはどうでもいいから。メンタルのとこなんで、はい、でもメンタル大事だもんね。いやでもそれが結局ライディングに出るので、もう見てて伝わります、それが。はい、なるほどね。でそれ言ってたのは柴田選手です。ライン柴田ありました。でも追いつけない。絶対見せました。だそうです。だそうです。ノーコメントにします。僕はチーム員なので同じで、はい、僕は全部教えてますけど。そして今私も振り方を間違えたなと思いますでも最近でも栗山選手のところにも柴田選手練習行ってるみたいで、言ってましたね、いろんなテクニックを盗みたいみたいな話してましたけど、でもまだまだお二人そのトップはとか、あとは優勝を譲らないぞみたいなところあるじゃないですか、はい、若手もでも結構今伸びてきていて、そのスーパークラスって下の方のランキングのライダーって何人か入れ替わるんですよ、毎年毎年。今すぐは多分いないかもわからないですけど、一番今回最年少が14歳の子が同じクラス。
今年、4月から高校生から、はい、はい、なので、まあ、その子たちはもう当然これからすごい勢いで多分成長すると思うので、まあ、僕たちに多分すぐ追いついてくるんじゃないかなと思ってますけどね。ちなみに次戦は、まあ、こちら、ね、近い湯浅というところであるんですけど、湯浅は、まあ、新しい、まあ、サーキットというか会場だと思うんですけど、どういったこうあれですか、フィーリングの会場ですか、これは選手湯浅ですか、はい、湯浅はそうですね、あの本当にここ最近、多分 2,3 年しかまだオープンして、使われてないトライアル場なんで、はい、まだまだ、走り慣れてないというか、あの誰も走ってない場所がほぼほぼ多いんで、うん、あの地形が荒れてない、あ、じゃあ地形が荒れすぎてるか、あ、うん、あの路面的にまだ落ち着いてない場所がすごい多いんで、ライダー的には非常にあの走りにくい会場です。で、土よりも石が多いですね。あ、それ結構動いちゃいそうな石、動きますし、あとは、前のライダーが走ればその石が動いてますから、当然ラインもまた変わってくるし、でなかなかあの大会としてはハードになると思います。あ、じゃあまたそれはそれでその高低差というところじゃないんだけれど、まあ、ハードな戦いにはなるので、そうですね、はい、あと高低差は先ほどおっしゃった高低差が非常に多いあの会場でもありますので、まあ、アクセルが結構開けれる会場でもあります、はい、でもなんか結構景色はいいし、観客の皆さんにとってはいいフィーリングで見られるみたいですね。はい、あとまあ何せやっぱりあの和歌山入ってすぐの湯浅、インター降りて約10分のところにありますので、非常にここからも近いですから、ぜひ皆さん来てほしいなと思います。はい、4月の半ばでしたけど、15日です、はい、15日、はい、なのでぜひ春のね、いい時期ですが、皆さんぜひ見に来ていただきたいなと思います。はい、はい、ということで、まだまだお話伺っていきたいんですが、一旦トークの方この辺りにしまして、ここからは皆さんと一緒にクイズ大会で盛り上がっていきたいと思います。ということで、はい、どんなクイズをやるかと、これが行われるクイズはですね、会場当てクイズです。はい、トライアルの会場がこちらのモニターの方に出ます。はい、分かった人はすぐ手を挙げてください。で、OK ですか。はい、で答えていただいて、正解だったらこちらのカップにサインを入れてプレゼントしたいと思います。はい、はい、すいません、そちら通路になりますので、一歩前の方に入っていただけますでしょうか。黄色い線より内側に入っていただけると助かります。はい、では参加される方、はい、行きますよ。こちらの方、ご注目ください。ここはどこの会場でしょうか。難しいですよね。はい、小川選手が出てきましたか。はい、水が結構ありますね。小川選手本気で見てご自身でも分からない感じですか。さあ皆さんどうでしょう。一回ここで止めてもらいましょうか。あ、はい、あ、今分かった方がいらっしゃる。はい、湯浅、はい、今正解見てみましょう。どうでしょう。湯浅、ごめんなさい、正解です。湯浅ではないそうです。ちょっと無理進めて、本人がまず難しいですよ。もうね、本気で見てましたもんね。映像の方流してください。はい、分かった方どうぞ。はい、鳥取っていうことは広ってことですね。はい、はい、どうでしょう。正解です。正解です、おめでとうございます。すごい、前の方来ていただいてサインを入れてプレゼントします。もう全然わからずにさっき倉山選手聞きました。あ、こちらどうぞ。どの辺で分かりました。川を見てこれが鳥取だということが分かったそうです。このね、トライアルの会場当てクイズすごい難問でなかなか当たらないので、次はがっつりヒント出しますね。はい、ありがとうございます。じゃあ2問目いきたいと思いますよ。続いてまたモニターご注目ください。ここはどこの会場でしょうか。これまた地面だけですね。ちょっと古山選手が出てきました。お二人分かります。分かります、はい、後ろで、後ろの方が分かるんですね。はい、湯浅ということなんですが、どうでしょうか。正解です。見に来てもらったってなんですかね。見に来ていただいてたんです。あー、受けてくださって。はい、今サインを入れていただいて、問題の方ね、あと1問残ってます。今回このクイズに勝ってくださった方には
お二人の間に入って写真を撮っていただくというオプション付きですので、どちらかというと、じゃあ私全然わかる、あまりに関係者さん、欲しいけどさ、トークショーの中で出てきた会場です。次の思い出してください。次の問題は先ほどのトークショーの中で出てきた会場の名前です。思い出しました。はい、ありがとうございます。じゃあどうしようかしらんで、皆さん手を挙げて準備してくださいね。まだ来てください。さあ、ということでいきますよ。ラスト問題では、はい、ラスト問題です。モニターの方をご覧ください。ここはどこの会場でしょうか。あれ、さかなどこでしょう。わかめ、どうでしょうか。正解です。ありがとうございます。こちらから、え、会場で見ました。会場で見ました。この時間を、はい、ちょっと使ってお知らせをさせていただきたいと思います。ダンロップの女の子たちが、ダンロップガールの女の子たちが、アンケートを、アンケート用紙を持っているんですけれども、こちらのアンケートの方、1分ぐらいに記入できるアンケートです。こちらにご記入いただいた方が、なんとこのガッチさんのポスターをプレゼントしております。ぜひ 1分ぐらいでね、書き終わっちゃうアンケートなので。あ、小川選手、はい、小川選手のポスターをプレゼントさせていただきますので、はいはい、アンケートの方ぜひご協力よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでクイズの方は以上で終了になるんですが、実はですね、お二人もう一回このダンロップブース3日間最後の最終回を飾っていただくトークセッションがまだあります。午後なので、その前にデモがあるんですよ。もう一回、そうですね、 FFJ のステージと外のデモは2時からですね。あ、はい、そうですか。はい、2時からデモがあって、最後時からはここで、はい、はい、トークショーもあるということで、音楽性ステージなんかもあるようなので、ぜひ皆さん、ずっと2人を追いかけて行ってください。デモが終わったら、ダンロップブースへ、ぜひお越しください。はい、ということで、お二人からですね、一言ずつメッセージいただきたいと思います。小川選手からお願いします。はい、今回ね、最終日に当たりますけど、1回目のトライアルショーがですね、ちょっと納得いかない形で終わってしまいましたので、2回までちょっと修正して、栗山選手と児玉選手をしっかりやりたいと思いますので、ぜひね、現場に見に来てください。よろしくお願いします。短い時間でしたけども、ありがとうございました。先ほど小川選手がおっしゃった通り、1回目は正直不完全燃焼で時間配分をちょっと間違えましたので、その反省点を踏まえ、2回目、2時からです、14時からしっかりやりますので、また見に来てください。でその後、そのデモの話を、こちらダンロップブースでしたいと思いますので、まあ、裏話が聞きたい方はぜひとも全員集合でよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。デモンストレーションやってくださるということなので、ぜひ見応えあると思います。行ってください。本日のスペシャルゲスト、小川選手、そして黒山選手です。